こんにちは、今日ご紹介しますのは、トミックスの98293、商品あのカタログ番号ですかね、98293、JR の169系電車、細かいところまで読みますと、括弧松本運転所海座車基本セット3両セットということになってます。これはまあ分かる人には分かるんでしょうけども、169系の電車ですね。169系電車、正確に言うと、というものと、実はもう一つありまして、これは同じくトミックスの番号で言うと98694、京成電鉄 AE 型スカイライナーセット、8両のスカイライナー、これ長いんですけどね、8両のスカイライナーのセットです。これが実はあったんですけれども、なかなかちょっと出すことができなかったというこちら側の事情もありまして、今回これの走行シーン、あるいはこのスカイライナーは8両セットでちょっと長いって言ったって8両なんで長いってわけではないんですけれども、まあ長いといえば長いので、この169系は3両セットということで、この169系と、あと前にもご紹介したかな、してないかな、JR 九州のシーサイドライナー、これは2両のセットなんですけれども、これは自分家だけではなくて、筑波イオンにある、筑波イオンだっけかな、のポポンテッタさんの、ジオラマ、すごくよくできてるんですけれども、そこで動かした、運転した映像も合わせてご紹介したいと思います。ゆっくりと流している169系電車に比べてスカイライナーはちょっと速すぎますね。実車の運転速度を意識したわけではないのですが、結果的にスカイライナーは速く、169系はゆっくりになっています。全ての列車が線路上に出ているわけではありませんが、多くの列車が並んでいるとやっぱり嬉しいものです。実際にはこのような運転は不可能なんですが、いろいろな列車が行き交う姿はやはりいいものですね。
ここはイオンモールつくば1階にあるポポンデッタイオンモールつくば店さんのジオラマです。この日は照明を落として夜間の演出がなされていました。こうなるとやはり走らせる列車には室内灯が欲しくなります。ここのジオラマは2階建てで、これは2階部分を写し取っています。自分の家ではジオラマはおろか、レールの固定や分岐の電動化もまだです。家ではゆっくり流した169系がここでは結構ないいスピードで走っています。2階部分の高架上の169系だけでなく、2階部分の地上を走るシーサイドライナーもいいスピードですね。ちょうど真ん中からは1階部分が見えています。1階部分は暗いので全体に照明が入っています。駅をシーサイドライナーが通過します。ホームには照明が灯り、いい雰囲気です。いつかは自分でもこのようなジオラマを作ってみたいものです。高架駅のホームに169系、そして地上駅にはシーサイドライナー、なんてことはない景色ですが、実にいいものです。夜のジオラマってやっぱりいいですね。別の角度から見るとこのようになります。ジオラマでは低速で列車を走らせて、いろいろな角度から列車を見てみたくなります。同じ列車なんですが、見る角度によって表情がやはり異なります。169系が高架線を周回しています。
高架線は地上とは違ってこれもいいものですね。高架線で新幹線を運行してみたいものです。ジオラマを作り込むことに憧れはあります。でも自分とは少し違う世界のように感じていました。お店のジオラマとはいえ自分の列車を走らせるとやはりリアリティが違います。自分とは違う世界と言いながらいつか手を染めてしまうかもしれません。